旬な人占い、はい、昨日に引き続きまして、はい、続きでございます、はい、こちらババン、はい、ゲスト小梅さんいます、はい、はい、お願いします、お願いします、本日も、はい、でまあ昨日からですね、将棋の藤井聡太さん、取り上げておりまして、まあ、あの元々持って生まれた星はやっぱすごいの持ってるなと、うん、ただまあ、 あの日付で決まるもんじゃなくて多分生まれた時間次第だよって話が一つと、はい、あとまあ時間まで絞り込んでもね、あのやっぱり生まれた環境とかってあるわけで、うん、彼も確かあのおばあちゃんでしたっけ、なんかお身内の方から最初将棋を習ったというような話だったと思うんですけども、あのそういう環境がなければね、あのまあ将棋に触れることもなかったかもしれないわけで、うん、そうするとそこから先ってまるで変わってきちゃうわけですよ。そうですよね。だからもちろんそういう偶然の働きもあって、それをうまく取り込めるような運命の人だったよってことなんだけれども、でそういうその持って生まれたものプラス後から来る運命ね、でそれでいくと、彼はですね、次が、18歳の時に結構大きく転機を迎えますよって形になってるんですよ。で18ってことはちょうど2020年で、はい、東京オリンピックの年なんですよ。へえ。で別にそのオリンピックが云々じゃないんだけど、年回り的にね、それまでかなり順調な年回りなんだけど、はい、2020年ちょっとね厳しい年回りになると。で別にその多動的になんとかじゃなくて、本人のいわゆるスランプじゃないかなという気がするんですよね。だからこの2020年をどう乗り越えるかで、そこからあと、まあ、これは1年こっきりのものだから、そこだけうまくこう乗り越えてもらえば、またさらにいい運は続くと思うんですよ。なんかその天才につきもののそのスランプとかあるじゃないですか。僕この間ね、それこそその藤井さんのね番組に出てる時に、そのすごい将棋指しの方がいて、その人がすごい天才って言われてたけど、若い時にそれ 7,8 年ぐらいスランプあって全然勝てなかったみたいなことも言ってたから、いやあのそんなこともあるんだな。ひふみさんだと思うんですよ、多分テレビでスランプ時代があったって、うん、あるんだ。まあでもあの人なんかも今すごいほら高齢でやってるでしょ、で確か今回のその藤井さんが、対局した相手がひふみさんとやったっていうのがあったんだよね、年齢差60何歳差の対局とかってすごいさ、はい、ニュースになったやつあったんでしょ、だからやっぱり長くできた者勝ちっていうのはもちろんあるんですよ。でこの方の場合もですね、まあ晩年の方にまたいいの回ってくる感じになるので、今まずこうスタートダッシュでバッといったじゃないですか、はい、でもやっぱりねそれがずっとコンスタントに続くってちょっと運命学的には考えにくいんですよ。だからね、あるんですね、だからまず最初のが20年の大きなスランプ1個あるよというのと、はい、その後にやっぱりその今の勢いをキープできるかっていうと、少しやっぱりこうスピードダウンするんじゃないかなっていう読みはあるんですよね。で勝負の運って相手がある問題だから、はい、自分がただ運がいいだけじゃなくてね、例えば相手がもし自分より運が良かったら、いくら自分が運が良くても負けることってあるわけですよ。だからこの人だけの運でちょっと読みづらいところがあるんだけれども、でも単純に見てこの人は多分30ぐらいまでの間は非常にいわゆる稼げる運を持ってる人なんですよ。だ勝負の一勝一敗一個一個の勝ち負けは細かく分かんなくても、トータルで評価したい時ってこの人が稼げるかどうかでほぼ分かるわけですよ。稼げるって出てるってことはバイトするんじゃない限りは本業で儲かってるはずなんだから、じゃあ将棋指しだったら勝てるんだなっていう逆推理が成り立つわけですよね。だからそれでいくと30ぐらいまではかなりいい調子が続いてくれてっていうふうに読めますのでね、羨ましい、大いに期待したいところですけどもね。ねえ、なるほど。小梅さんはあれですか、その小さい頃とか、そのなんかね、藤井君でいうその将棋ですけど、そういう何かに夢中になってやろうとしたこととかってあります？習い事だとか。僕夢中になってたらマイケル・ジャクソンのダンスばっかりやってましたよ。そっか、あ、そうだよ。でもキレッキレマイケルって有名じゃないですか。ね、だから優勝しましたよね、大会で。相模原で。おお、ま。マイケル・ジャクソンが好きになったのが小学生ぐらい。小学校5年か6年の時。なるほどね。はい。なんかその見よう見まねで、もう独学でダンスマイケル・ジャクソン好きすぎて、中身なんか見て。で、独学であんなキレッキレのダンス。だよね、なんかすごいじゃないですかね。あれ、俺も動画見たけどもさ。うん、ありがとうございます。いやいやいや、すごいなと思って、あの小梅さんって思っちゃったね。同一人物とは思えない、あの綺麗な、綺麗なんかよく似た人がいるなと思って。いやだからやっぱり何事も好きこそものの上手なんじゃないですけど、そう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 、あの昨日も言いましたけどね、やっぱりすごい飛び出す人ってあの努力ではやっ
ってない人多いような気がしますよ。好きでね、努力だと思ったんだよ自身は。そうそうそう、多分好きで、あのやめろって言われてもやめないぐらい好きだと伸びますよね。そう、努力はどこかでやっぱり息切れするような気がする。なるほど。だから好きを伸ばすのが一番ですよ。そうですね、はい。小室さん絶叫大好きでしょ。絶叫ですか。絶叫 する仕事になっちゃいましたから ね、はい、今の俺の説明を全部否定してしまったね、はい、今の一言でね。なんか間違えたろ。全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでございます。お疲れ様でした。